長篠城駅は、愛知県新城市長篠麻森下にある、東海旅客鉄道飯田線の駅である。長篠城駅は、豊橋駅と辰野駅を結ぶ JR 飯田線の途中、駅の一つである。新城市の長篠地区に位置する。駅名は、駅付近に位置し、長篠の戦いに関連する城、長篠城にちなむ。 長篠城駅を開設した宝来寺鉄道は、現在の JR 飯田線中南部にあたる大会、三河川合間を運営していた私鉄である。この区間の開通は1923年のことだが、長篠城駅はそれから1年遅れた翌1924年4月に開設された。当時は、長篠古城市駅という駅名を称した。1943年8月。 蓬来寺鉄道は、買収、国有化されて、国有鉄道飯田線が成立。それに伴って、長篠古城市駅も、国有鉄道の駅となった。この国有化に合わせ、現在の、長篠城駅へ改称した。1971年には、開業時から行っていた貨物の取り扱いを終了し、 旅客専用駅となって1987年4月の国鉄分割民営化を迎えて JR 東海に移管された。ホームが地面に接する地上駅である。ホームは片側のみに線路が接する単式ホームであり、上下列車双方ともこのホームを使用する。かつてはこのホームの反対側にさらに一面ホームがあったが、ホーム跡は残るものの線路は、 撤去されている。かつては、木造駅舎が使用されていたが、城の矢倉を模した駅舎に改築された。1971年以降無人駅であり、管理駅である、豊川駅の管理下に置かれている。長篠城駅には、豊橋方面、飯田方面の双方とも1時間あたりおおむね1本の、普通列車が停車する。特急。 稲路と上りに設定されている快速列車は通過する。ありがとうございます。